曜 AM 1時のレディオバー。皆さんこんばんは。このレディオバーは日曜日の深夜1時になり開く不思議なレディオバーでございます。本日は2022年11月13日日曜日の深夜1時ということで、今夜もオープンしたいと思います。支配人のシーレモンです。さあ、ということで、今週も様々なねお悩みに一刀両断していきたいと思いますけども、まあ、悩みというのは性別によってそれぞれ変わるものだと思うんですけども、男女問わず悩む、ものっていうのもありましてですね、それは身長だったりするんですけども、今日の悩みもこの身長の悩みでございますけどもね、まあ、ただ先ほど言ったように男女間で、まあ、悩みの質っていうのは変わるものなんですけども、この身長に関してもですね、男がなりたい身長と女性が欲しい身長、まあ、変わるわけなんですけどもね。そしてもう一つは、上司からの正論。これ以前違うお悩みでもね、あったんですけども、こちらの、お悩みを今日は一刀両断していきたいと思います。そして、サンデーナイトレモメンドのコーナーでございますけども、今日も、3曲、私はね、選んでおりますけども、今日は時あさこさんということでね、こちらの、楽曲3曲選んでおります。今日も深夜にありますけども、どうぞお付き合いください。この番組は不思議音楽レーベルカフェ&バー不思議チェアの提供でお送りいたします。今週はマスター不思議レモンがあなたの悩みに一刀両断する日曜 AM1 時のお悩み相談レギュラーコーナーでございます。それではまず最初のお悩み行ってみたいと思います。お悩み解決掲示板より、身長が160センチ、女性にしては高すぎるんじゃないかと悩んでいます。それではお悩み行ってみましょう。大学1年の女です。高校の時から働いているバイト先で男性の先輩に、主さんって声可愛いのに意外と背があるよね、同性からはかっこいいって言われるんじゃない？と言われました。社交辞令的に、でも小柄な女子の方が可愛いと思いますって言ったら、確かに男から見たら155センチぐらいが一番可愛い、俺の彼女もそれぐらいだし、もう身長は変えられないんだから諦めて他の部分で女子力を磨いたら彼氏できるんじゃない？って言われました。彼は170センチです。良かれと思って言ってくれたのかもしれませんが、この言葉がショックで、その出来事以降、今まで気にしていなかった自分の身長を気にするようになってしまいました。最近165センチの男友達にも、女子なのに160センチもあるんだって惹かれてしまいました。私は男性の身長をそこまで気にしていないのに、ということでね、お悩みでございますけども、不思議マンサーですが、他の部分で弱さを作ったらいいと思います、ということでね。まあ160センチといえば別にそんなにね、言うほど高くないような感じもするんですけども、まあ、この質問に関して、このお悩みに関してですね、たくさんの方のリプがあってですね、その、話は昭和の話かとかね、今の時代160センチなんて別に普通じゃないか、そのまあね、タレントさんとかアイドルとか高い人多いじゃないかみたいな、リップがあるんですけども、これはでもいつの時代もですね、男性というのはやっぱり弱い女性を好むんですよ、自分より。うん、一方女性も自分より強い男性を好むんです。もちろん男女差あります、いろいろあります。女性でも弱い女性、男性が好きとか、もちろんそれはあるんですけども、原理原則はやはりそのジェンダー平等とか言いますけども、皆さんやっぱそうなんですよね、根本は。でその中で2つステータスみたいなのがあってですね、それは1つがお金、そしてもう1つは身長だったりするんですよ。やっぱり男性はですね、女性より、稼ぎを多く持ちたい、女性より身長高くありたい、そして女性に関してはまあ、男性よりその、収入が少ないというよりも、自分より稼いでいてほしい、自分より身長高くあってほしいというのはやはり、うん、俺は持っていることなんですよね。先日というかかなり前かもしれませんが、まあ、1年ぐらい前ですかね、とある女性 YouTuber がですね、その発言が問題になって炎上してですね、まあその、まあ、YouTuber の会社をクビになったような出来事があったんですけど、それはその女性 YouTuber がですね、170センチ以上ない男はもうなんか価値がないみたいなことを言ったんですよ。で大炎上になりましてですね、まあ、問題になったんですけども、
まあ、今そういう発言でいろいろ問題になってですね、皆さんこう口をね閉ざしがちなんですけども、やっぱり心の中ではですね、やっぱそういう、まあ言ったら男女差っていうのは別に昭和とかそういうのは関係なくて、いつの時代もその原理原則はそうなんですよね。うん、それは理屈とかそういうもんじゃなくて、あくまで原理原則なわけであって、それが嫌なら自分が、他の人を探せばいいということなんですけども、この方に関してはやっぱりそれがもう悩みとなっているので、ただ160センチの身長っていうとですね、まあそんなにね、だって、男性の平均身長、日本の平均身長が170センチぐらいなんですよね。そうするとまあ10センチも下なわけじゃないですか。で女性の場合やっぱり170あるとやっぱりちょっと高いよねという感覚はする。ただこの悩み文の中に出てくる155センチぐらいが一番可愛いという男の気持ちというのは、それはそうだと思います。というのもやっぱりさっき言ったみたいに平均身長170とした場合にですね、うん、やっぱり15センチぐらい下の方が男性としてはこう守ってあげたいなとか、そういう気持ちをすごくこう思うわけじゃないですか。まあ言ったらね、自分よりその身長が劣っていて、自分がなんとかこうね、してあげたくなるような、まあ確かに身長差かなっていうのはわかるんですよね。ただ、まあ160センチって言ったら、まあ言ったらそんなに遠くないわけです。5センチの差ぐらいですから、言ったらやっぱりさっきの言ったみたいに、男は女性をこう守りたくなるような、まあ本能があるということを考えると、他に弱さを作ればいいんじゃないかなと思うんですよ。で、それを作るって言ってもですね、なんかあざとく作ると、うわー怖いとか、そういうのじゃなくてね、まあ、自分の中でやっぱ弱い部分ってたくさんあると思いますから、まあ、そこをですね、まあ、包み隠さずですね、こう自分でオープンすること、例えばこの悩みをこう抱いてるというのもやっぱり弱さだったりするわけですよね。うん。ですから、そういう、こう、男性がちょっと放っておけない部分をですね、もうちょっと自分の中でオープンにすればですね、その身長の、その、まあ言ったら高い、まあなんかそういうリスクというものでもないと思うんですけども、そういうものはまあ解消されるのかなと。まあ言ったらトータルでなんでね、よく勘違いしてる女性がですね、なんか自分磨きとか言ってですね、腹筋鍛えたりするじゃないですか。ああいうのはっきり逆効果ですからね、男からすればね。それは誰のためにやってんのっていう。今流行りでそういうことになってるかもしれませんけど、2年3年経つとですね、そういうものはやっぱり結局原理原則には負けるということで、いつの時代も絶対的にこう通用する、まあ言ったら原理原則を抑えていくというのがですね、まあ大事だったりするんですよね。うん。ですから、その原理原則にちょっと足りない部分があればですね、まあ他の部分に補えば、それはもう言ったら全然そこは逆に武器になったりしますからね。それでは CM の後次の悩みです。シギレモンファンクラブ演奏のお知らせです。フシギレモンの楽曲、ネットライブ、テレビ、ラジオ、すべての観覧、そしてフシギレモンデジタル写真集の観覧、リアルライブ、フシレモンリリース楽曲、グッズの先行予約など盛りだくさんの内容となっております。ファンクラブ入会費用は月額3300円です。詳しくはフシギ音楽レーベルの演奏詳細の欄をご覧ください。フシギレモンのデジタル写真集、屋根裏の果汁物、ポスター写真にプライベート写真配信中。月額1100円、月額1100円、月額1100円。不思議音楽レーベルの音楽配信サブスクリプションサービス TrueFine、 月額1100円で不思議音楽レーベル全アーティストのシングルアルバムがフル視聴できるサービスです。詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで。フシギレモンライブスペース電脳フシレモショー、月額1100円でフシギレモンの新旧ライブ音源動画がご覧になれるサイトです。詳しくはフシギ音楽レーベルサイトまで。フシギテレビジョン、フシギ音楽レーベルのネットテレビ、ネットラジオが聞き放題、月額1100円。フシギテレビジョン、フシギテレビジョン、フシギテレビジョン。シネコニャンズデジタルハウスへようこそ。フシギレモンの可愛い愛猫たちの写真動画が月額1100円で見放題。フシネコニャンズデジタルハウスへどうぞ。日曜 AM 1時のレディオバー、今週はマスターフシギレモンがあなたの悩みに一刀両断する日曜 AM 1時のお悩み相談。それでは次のお悩み行ってみたいと思います。大手小町というサイトからです。正論モンスターの上司がストレスでも転職は嫌。それでは行ってみたいと思います。アラサー会社員です。上司がいつも正論を振りかざして仕事を進めるのでとても辛いです。
納期が迫っていて時間がなかったり忙しかったりしても言い訳を許さず正論を突きつけてくるため非常にストレスです。私だけでなく先輩や同僚も悩まされているのですが本人や会社には伝えていません。かっこ後々怖いので…上司の言うことは間違っていないので頭の中では理解できます。でもとってもムカつきます。当分上司も私も異動がなさそうですし、一方この理由で転職するのも尺に触ります。アドバイスをいただけますでしょうか。よろしくお願いします、ということでね。まあハンドルネームから女性の方なんでしょうかね。知るもアンサーですけども、正論であれば仕方ないんじゃないですかっていうことで、ムカつくやつおめえもムカつくなって感じで、これでもね、前も同じような質問というか悩みあったと思うんですよ。結局ですね、正論ということはその上司が正しいことを言っているわけなんですよね。じゃあ何か問題あるんですかって話で、自分ができてないだけじゃないですかいや本当に、いやなんかそれをなんかそう糧にしてですね、なんかムカついたりとかするよりもなんかそう言われていると、なんかね常にこう言われることが嫌いというか、まあそういう方多いじゃないですか。ならもうこういう何一人でやれよって思ったりするんですよ。組織なんかに入らず、上司とか、なんか上司が常に甘やかしてくれる環境ばかりじゃないんじゃないですか。むしろそのさっき言ったみたいに自分ができてるかできてないかの話であって、できてないのに正論言うからムカつくから嫌ですとか、いやそういう問題じゃなくて、まずあなたが仕事をパーフェクトにすればそれを何も言われないんじゃないですかと思ったりするんですけどね。ただその生理的に合わないとかね、そういう人って絶対いますから、まあ、そういう部分で嫌ならもうやめるしかないと。それなんか尺に触るとね、この理由で転職するのも尺に触るって言うんだけど、でも自分ができてなくて正論言われて、まあ言ったら叱責されるわけですから、それはあなたが悪いんですよっていう話でね。で、なんかその理由で転職するのも尺に触るっていうの、なんかそれもちょっとなんかおかしいな話でね。うん、もう生理的に嫌であれば、まあ自分はできてないと認識した上で転職されるというのは、まあありかなと思いますし、どっちにしても、やっぱりそうやって叱ってもらってるんだというふうに思ってですね、まあ日々、仕事に励むと、で、上司から何も言われないように、こう、自分を磨くということでいいんじゃないでしょうか。日曜の夜に聴きたくなる3曲をセレクト、サンデーナイトレモメンドのコーナーでございます。今日は時あさこさんということでね、もともとバンドされていて、まあ、ソロ活動をしてですね、まあ結構なんか知る人ぞ知るみたいな、まあ結構ね、上手な上手い方なんですけどもね、3曲セレクトしてみました。1曲目乱反射ガールということでね、いい曲ですよね。なかなかこう知る人ぞ知るみたいな名曲がこう YouTube とかで出てくるわけなんですけども、まあ、これに当たったらなんてこういう曲を自分は知らなかったんだみたいなね、そういうコメントも結構あったりしてですね、まあ本当にいい曲だなと思うんですけどもね。2曲目ギフトあなたはマドンナということで、まあ、この曲は結構この時あさこさんの中で一番有名な曲なんですかね。 CM で使われたりとか、3曲目スーパースターということで、まあ、どの曲も結構なんていうのかな、あ渋いこうところついてくるなみたいな、うん、感じのポップなんだけども、なんかうんこういいね、まあ、路線といったあれなんですけども、いいスタンスだななんて思ったりするんですけどね、こちら3曲しぐれも公式の方で視聴できます。チェックしてみてください。皆さんにとって良い1週間になることを願いつつ、私はこの辺でおやすみなさい。